スコットランドの伝統は温かいこと。タータンチェックの人柄です。ロンドンへノンストップ約6時間の短縮、ブリティッシュカレドニアン航空。東京プリンスホテルのプロビデンスホールでございます。このプロビデンスホールを特設会場といたしまして、ブリティッシュカレドニアン航空スヌーカーチャンピオンシップ1987が今開催されております。このスヌーカーの大会、日本では初の公式戦でございます。非常に楽しみでございます。私は司会の土井勝でございます。アシスタントの鈴木敦子です。そしてゲストとしまして、日本のビリヤード界の第一人者、世界チャンピオンにもなりました小林信明さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、小林さんね、いろいろなビリヤードといいますといろんな種目がありますけれども、はい、小林さんのお得意のスリークッションはもう日本の中ではかなり知名度もありますけれども、はい、この日本の初の公式戦でございますスヌーカー、はい、この種目もちょっとやっぱ日本では馴染みがないような気がするんですが。そうですね、今すごくブームになっておりますね、はい、アメリカンポケットといいまして、プールとも呼ばれてますけども、別にテーブルの中に6つのポケットがあるわけですね、はい、穴が開いて、うん、そこにボールを落としていくというゲームなんです。でそこに、まあ、使用しますボールは1から15番までのナンバーとか、そして白いボールでそれを落とすわけなんですけども、スヌーカーはちょっと違います、はい、カラー色分けしてあるんですね、そして、15個の赤がありまして、15個の赤いボール、はいはい、これが全部1点なんですね。1点、そして、2点から7点までの、カラーボールというのがあるんです。いろいろな色のボールがあります。そうなんです、はい、赤をまず入れまして、はい、そして次にカラーボールを入れると、うん、でカラー入れた後また赤を入れなければならないという、うん、交互にこう入れていくゲームなんですね。ただ、この場合はボールの大きさも違いますし、台の大きさもまるで違ったりするわけですね。ちょっと下にボールをご覧いただきたいんですが、これがスヌーカーに使うボールですよね、うん、そしてこれが先ほど出ましたアメリカンポケット、番号が付けられたものなんですけど、これをご覧いただいてもこれだけ大きさは違うわけなんですよね、はい、そしてさらに、いわゆる四つ玉、スリクションに使うボールはこれですから、こんなに大きさが違うわけなんですよ。お分かりいただけますでしょうか。台の方も大体 1.5 倍ぐらいの大きさになりますか。ボールが一番小さいですね、はい、そしてその割にですね、テーブルは一番大きいんですよ、はい、そしてポケットの穴がもっと狭いわけです、はい、ですからすごく正確さがまあ必要になってくるわけですね、うん、さて、なんと賞金の総額が10万ポンドといいますから、日本の円にいたしまして2400万円になりましょうか。これを目指してですね、皆さん、大いに頑張って、展開を試合をしていくということでございますが、この日本の初の公式試合でございますスヌーカーのチャンピオンシップ87、これはワールドシリーズ8戦あるうちの第1戦ということでございまして、この東京大会を皮切りにいたしまして、香港あるいはラスベガスといった世界主要都市で行われるものでございます。その第1戦を皆様と一緒に拝見しようということでございまして、この決勝戦までたっぷりとお楽しみいただけるんじゃないかと思います。小林さんの解説で一つ皆さんにお届けしてまいりたいと思います。どうぞ皆さんご期待ください。この番組はロンドンへノンストップ便のブリ